皆さんこんにちは。ウェブマンオンラインスクール代表講師のりなけいです。今日はですね、まず YouTube チャンネルで登録者を増やすにはどうしたらいいのか、皆さん結構一生懸命 YouTube チャンネルに動画を投稿してなかなか思うようにチャンネル登録者が増えないといったお悩みありませんか？そのような時に使える一つの手として Google 広告を使うという方法があります。その方法がどれぐらいの数字で推移していくのか、一人のチャンネル登録者を増やすためにどれぐらいの予算が必要なのかといったところをこのチャンネルで実験して、実際の本当の数字というのを毎日公開していきたいと思っています。このやり方についてはまず Google 広告のアカウントが必要になってきます。なのでまだ Google 広告のアカウントを持っていない方は、概要欄の方に Google 広告のアカウントの取得方法というのを Google サポートのページから取ってきていますので、そちらを確認しながら Google 広告アカウントを取得してください。それではですね、まずは設定をしていきます。今ですね、YouTube スタジオの中にいます。YouTube スタジオの設定、左側の設定から設定を開いた状態、今のところになります。設定の中のチャンネルをクリックして、詳細設定のところにリンクしている Google 広告アカウントというものがあります。でこちらでアカウントリンクを押して、リンク名は何でも、分かりやすいものを名付けるといいかなと思います。その下に Google 広告のお客様 IDというのがあるので、ここにその先ほど登録した Google 広告の ID ナンバー、これが Google 広告の名前の右側に出ている10桁の数字になります。ここを入力していきます。そして右下の完了ボタンを押して保存を押します。そうするとアカウントリンクの申請がGoogle 広告側に飛んできていると思いますので、そちらに移っていきます。はい、でこちら今、Google 広告の管理画面の方に飛んできました。右上の方に通知のボタンがありますので、そちらを開いてみてください。そうすると通知のところにアカウントのリンクが飛んできていると思います。この YouTube チャンネルを Google 広告にリンクするものが出てきます。でここ申請が来ていますよ、招待来ていますよというのを、なのでそちらをクリックして招待を受諾してください。それでは広告を出していきたいですので、キャンペーンを作成していきます。青いボタンをクリックします。で新しいキャンペーンをクリックして、こちらでブランド認知度と比較検討のボタンを押します。そうするとキャンペーンタイプを選択してくださいと出ますので、今だと動画の方でもいけますが、今後デマンドジェネレーションキャンペーンしか作れなくなるというふうに聞いているので、架空なので、デマンドジェネレーションはいつでもできるので、今しか使えない動画広告の方を入れていきたいと思います。でキャンペーンタイプを動画にして、そうするとキャンペーンのサブタイプ、こちらでですね、 YouTube のチャンネル登録とエンゲージメント、こちらでチェックを入れて続行をします。キャンペーン名、新しいキャンペーンで日本語にチェックを入れます。地域と言語はひとまず日本国内で行います。こちらで目標コンバージョン単価を100円にで、はい、そしてこちら予算と日程のところを500円、こちら1500円になりましたね。なので、ひとまずこちらでも1500円にしましょう。はい、そしてグループと広告の作成は後ほど行います。オーディエンスの中でそのチャンネルに興味関心がありそうなユーザーに向けて広告を配信することができます。グループの設定、ターゲットをどんな風に設定していくかっていうのはまた後ほど、ひとまずキャンペーンを作成してしまうというところまでを行いたいと思います。はい、もう少しでキャンペーンを開始できます。概要に進む。
はい、こちらでキャンペーン作成が完了しました。そうするとですね、キャンペーンの全体のところを見ていくと、今この予算っていうのがさっき1500円で設定しましたが、ここですと500円に変更してみて、はい、500円でできますね。もう少し少額でもいけるのかもしれないので、300円。100円にしてみます。100円。はい、100円でも変更できました。なので、まあ、ほぼどんな予算でも使えそうというところです。はい。では、この中で、グループを作成していくときに、どんなターゲットに配信しますかというのを入れていきたいと思います。こちらで、例えば何かすでにデータがある場合は、この過去にお客様の YouTube チャンネルや動画を視聴したユーザーだったりとか、Google Analytics のデータから取ってくるということもできます。はい。まだ新しいチャンネルとかであれば、Google の興味関心もしくはキーワードを検索したユーザーというところで、今回の場合は YouTube チャンネル増やすなどを検索したユーザーが右側に、まあどれぐらいの表示回数ができるかなっていうのが、まあおおよその数字が出ています。で、かなりこちらだと多いので、まあ、Google で検索したユーザーになってくると、まあ、だいぶ減りましたね。これでも十分なボリュームゾーンかなと思います。おおよそのものが出てきているので、まあ、他にもマーケティング、SNS 伸ばすなど。で、まあ、このような形で、興味関心がある方だけに広告を配信する。まあ、このような設定をしておくと、より効果的に広告を配信することができるかなと思います。